私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6層、前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやぁ、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B、 ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用申請。火器使用の許可をします。セブヒ、ロスト、ワンティーロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。隊長、私フォーミーロスト。2B よりオペレーター6層、当機以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示をこう。オペレーターより 2B、 現地担当のナイエスと合流し、地形情報を入手してください。了解。近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。
敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
封鎖を確認。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。タイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
分かってる。通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。